別ネタ TV をご覧の皆さん、シガルブです。おまあ3年目ということでですね、今回も9月の5日、上野の野外音楽、水上野外そうですねでですね、はい、出演いたします。はい、今回危うく誘ってもらえないんじゃないかと思っておりましたけど、なんとかね滑り込み急遽ですね、この間の渋谷のライブで塩さんとたまたま一緒になる機会があって、どうなってんだということでですね、強引に突っ込んでいただいた感じです。去年も一昨年も出させてもらったんですけれども、相変わらずシードルパーは音がでかいということでですね、たったの20分の持ち時間の間で、どん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 こうボリュームがどんどんどんフェーダーが下がっているような感じで、3年目はそれはもうさすがに、近隣の皆さんにも迷惑をかけたくないという思いと、ぜひ、僕らの音楽をですね、フェーダーが下がらない程度に、やりたいと思いますんで、下がらない程度にやりたいというのはどうかと思うんですけど、はい、それが僕らの目標です。ぜひですね、本当に秋のまあ多分残暑も厳しい中だと思いますが、頑張っていきますので、また、毎度毎度の方は再会を、そして初めて会う方は、出会いを、ぜひぜひよろしくお願いします。では9月5日上野で会いましょう。シーガルブでした。